フォースディスタンススペクトロスコピー、カンレバーをサンプル表面と接触させることにより、力対距離、フォースディスタンスカーブを得ることができます。サンプルの特定部分のフォースディスタンスカーブは、ヤング率あるいは粘着性などの機械特性の情報を提供します。